どうもクライオンです。さて、まずはチャンネル登録といいねボタンをお願いします。今回は、現在アメリカの南カリフォルニア州に大型ハリケーンが接近中であるという話題を取り上げてみたいと思います。ハリケーン、なんか最近聞きましたよね。ハワイのマウイ島でも、まあ、山火事が起こって、その火災を拡大させたのはハリケーンじゃないのかと、そのようなことが語られていましたが、何かきな臭い。そもそもこの東、西海岸カリフォルニア州でハリケーン、珍しくないですか？どうやらいろいろツイートを読んでいると、10年ぐらい住んでいて一度も来たことがない、そのようなコメントも散見されます。まずはちょっと見てみましょうか。こちらの、カリフォルニア在住の日本人ジャックさん、緊急報、南カリフォルニア州に大型ハリケーンが横断する予定だ。名前が恐ろしい。ヒラリー、やべえな、なんか聞いたことあるな。いろいろと勘ぐってしまうのは悪い癖だ。これ予測がやばい、皆が備蓄すべきとか、必ずブラックアウトすると騒ぎ始めている。まだ天候は静かだが、これからやってくる。同じカリフォルニア州地域にお住まいの方々、注意してね。ということでね、今こちらがその、想定されているまあ経路ということでしょうか。大型ハリケーンヒラリーの、そしてこちらが実際に報道されている内容です。Weather alert. We have Hurricane Hillary. Remember, I was telling you last hour, we see that defining eye right now, all four quadrants of the storm filling out. So, Hurricane Hillary, it is going to rapidly intensify in the next 24 to 48 hours. We think we're going to have a major hurricane on our hands and impacts to Southern California, which doesn't happen a lot. So, forecast to strengthen into a major hurricane. That means Cat 3 or higher. I think we're going to have a Category 4 storm. Increasingly likely, the tropical moisture is going to get pulled towards the southwestern U.S. desert areas that cannot take 3 to 5 inches in a short period of time, and then heavy rain flash flood threat increase starts on Saturday, goes through the weekend into Monday. Here is. まあちょっとこのくらいにしといて、まあ一言で言うと、南カリフォルニアをハリケーンが横断する予定であるということです。なんかちょっときな臭いでしょうね。本当、結構一部の人が言ってますように。カリフォルニアハリケーンなんてめったに来ないというか、まあ、過去10年間住んでても来たことないといったようなコメントがある中で、つい最近ハワイで、まあ、ハリケーンによってね、火災が拡大してしまったといったような報道もあったわけで、非常に気な臭い。そして名前がやばいですよね。ハリケーンヒラリー、もうやばすぎでしょう。ということで、このハリケーンヒラリーの写真がこちらのようです。ああ、なるほどね。まあそういうことでですね、まあめったに来ないと言われている西海岸にこの度ハリケーンが横断するというこのきな臭い話、まあ実際ね、このカリフォルニアで何が起こるのか、ちょっと注目しておいた方がいいんじゃないでしょうか。ということでね、今回は以上となります。ではまた。